2020年12月31日年越しのおそば作ってみました。札幌沖、それからまあ北海道のだし、はい、だしのきこまのお醤油。私の考えた分でたら、これは雪止めというものです。こんな感じ。ここは、一度押さえて、もう一回ここ見とくか。こんな感じ。これは登る